ハヤトの野望チャンネルへようこそ。僻地に牧場を作るゲーム、ランチシミュレーター、今日もプレイしていきます。はい、というわけで前回ですね、なんと鶏小屋を完成させました。見てください。そしてですね、ちょっと少々手違いでね、餓死させてしまった鶏からソーセージができたんです。今回はこのソーセージ、まあ一羽餓死した鶏の肉だからたくさん作ることはできないんだけど、ソーセージ売ってね、お金にできるんじゃないかと思います。でこのソーセージだけど、どうやらまだね完成していないようで、ボイルすることができるようなので、多分ここ使うんだと思うんだけど、ちょっとこれをねボイルしていきたいんだよ。あれ違うな。あ、これ水入れなきゃいけないのかな、ひょっとして。わかったわかった、多分桶で水を汲んでくるんだ。これこれこれ、でこの水を鍋に入れる。きた、黒いんだけど衛生面何あったな、これ見なかったことでしょ。別に俺が食べるわけじゃないから、これ売り物だからな。どうせわかんない、わかんない、バレないバレない。でソーセージをここに、はい、入れて、きたきたきた、あーいいね。さあついに初のソーセージが完成しようとしております。もっと長時間じゃなくていいの絶対まだやばいと思うんだけどまだ殺菌できてないと思うけどな。あ、ひっくり返しちゃったよ。はい、あ、できた、よし。でこれをどうするんだ今度は。これなんか煮たばっかだけど、これも売っていいのか、干したりとかしなくていいのかな、熟成みたいなことしなくていいのか、これ。あ、とりあえず売りに行ってみるか。卵卵卵、生まれてないかな。あー、ある。で卵を売りに行く前に受精卵かどうかを確認せないといけないな。あ、装置に卵をちょっと置いていこうと思います。はい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 。どうやらすべて、ん、あれ、この手前のやつは、あ、いやダメだな、くそ、めんどくせえな、手動かよ。あれ、おかしいな、全部未受精卵みたいだね。おんどりが去勢されてしまっているのか。まあ仕方ないんで売りに行きましょう。待てよ、生きてるか、昨日買ってきたあのオスは生きてるのか。あ、いる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 。待て待て、踏んだらけになってる、ちょっと掃除してやろう。しれっと脱走企むんじゃねえ、やめろ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 、からよし、売りに行くぞ。さあ出発。まずい、もう19時なんだけど、あ、もうダメだこれ、明日だな。あ、8時にならないと寝れないんだよね実はね。テレビ見るか、唯一の娯楽テレビ、初めてだな、娯楽タイム、娯楽まで牧場ものかよ、どんだけ牧場好きなんだよ。そういえば馬買えそうなんだよねこのゲーム、お金があれば、金貯めたら。で、これ CM じゃねえか。ちょっと待って。馬を買おうみたいな。待って待って、エンドレス CM じゃねえか。おい。娯楽じゃなかったんだけど。ふざけんなよ。もう寝るよ。よし。じゃあ、早速売りに行こうと思います。出発。さあ、これがいくらで売れるかに全てがかかっている。結構手間だったよ。肉を加工するの。まあ、もう次の肉はないんだけどな。こんにちは。売りに来ました。いくらで売れるかな？セル。ボイルドチキン、41ドル。え？安くね？ 41 ドル？だって、鶏1は50ドルだろ？加工して41ドルってちょっと割に合わないぞ、これ。こんなもんなのかな？ガソリン代入れたら赤字だぞ、これ。あ、ガソリン代入れなくても赤字だ。まだ加工する必要があるのかな？クーラーボックスで冷やすみたいな？いや、クーラーボックスで冷えないだろう。とりあえず、卵だけ売るか。いや、ソーセージも売っちゃおう。はい、40ドルで売れました。これで一旦帰ろう。早く鶏に餌をやらねえと。てか、雪降り始めたんだけど、もう無理。お、鶏死んじゃうんじゃないの？大丈夫？はい、売ったお金で鶏の餌買ってきました。他は何も買えませんでした。貧乏です。あ、もう餌なくなっとるやんけ。ちょっと待って、マジかよ。マジかよ。お前ら脱出しようとするんじゃない。やめろ。やめたまえ。餌食べていいから。今日の分の卵いただきます。あれ、産んでない、寒いからか。あ、よし、行こう。もっとたくさん産んでくれ、頼むから。全然卵ないんだけど、なんで1個しかないの。もっと産めよお前ら。死んでる、ひょっとして。生きてるよね。あーあーなんてことだ、1は死んどる、またまた1は死んどる。なんでこれ、うんちがあるからか、ひょっとして。回収しなかったからか、綺麗に。そうなのか、なんで死んじまうんだ、どんどん。もうやっていけねえよ、こんなの。ちょっと待って、お前ら、道元邪魔だ。回収させてくれ。はい、肉になった。肉になっちゃった。また肉になっちゃったよ。あ、でも大丈夫、任せろ。お前の死、無駄にはしねえさ。
卵も一緒に調理とかできないのかな。卵ボイルドエッグみたいな。これはちなみに受精卵では、もうおしまいだ、もうこの牧場はしまいだ、なんてことだよ、雪も降るし。鹿を狩りに行こう、鹿を、それしかない。で、僕はちょっと新情報を仕入れてきたんですよ。今からそれを皆さんにお見せしたいと思います。まずこの大量の木材を車に乗せます。で、ここで湯を板材にする。はい。で、この板なんだけど、これをね、どうやら、はい、だよ、はい、荷台をこうやって広げることができるっぽいんですよ、どうやら。よし、できました。見てください、新たな荷台を据え付けた新型カーです。さあ行くぜ。これで鹿の肉を大量に集めることができます。今までよりもな。もうね、そんな鹿がいないことなんだけど。 OK、 バラして、ちょっと肉新しい荷台に置けるかやってみようか。ここ置ける、最高かよ、最強じゃねえか、マジかよこれ。いや、荷台キツキツだったもんな、最強だよこれ。さあ、そんなわけで板と肉を売りに来たのだ。ウッドプランク14、お、すごい、73ドルにもなった、やったぜ。セル、これで餌買って、鶏だろどう考えても。よし、オッケー、庭には2羽鶏がいる。来た来た来た、オッケー。ちょっと待て、ちょっと待て、荷台の板、荷台の板が売れちゃったんだけど、待て、ちょっと待て、なくなって、外されて持っていかれたんだが、なんかせっかく改造車になったぜって思ったのに、そんなのありかよ。バカじゃねえの、もう、ちょっと、外して持ってくやつがあるかよ。あ、まあまあいいや、まあいい。そんなに積むもんないからな、今な。とりあえず鶏を連れていくのが最優先だ。とにかく鶏増やさないとな、俺たちに未来はない。2羽減ったんだから2羽増やさないと。20羽までいけるらしいからな、あの小屋。20羽まで増やさないといけない。よし、はい、1羽目、仲良くするんだぞ。鶏ってどんな名前をつけるべきなんだろうな。家畜に名前はいらないか。花子とか、なんかそんなイメージだな。で、今日の分多分産んでくれてると思うんで回収しよう。だよ、はい。さらに、あー、いっぱいある、いっぱいある、いいね、いいね、いいね。はい、たくさん卵回収できました。で、あとはこれが受精卵かどうかを、はいはい、全部未受精卵でした。え、なんで受精卵ないの、あれ、俺の見方が間違ってる。黒いのが受精卵らしいんだけど、たまにしかできないのかな、受精卵は。やべ、もう夜になっちまった、寝なきゃ、寝よう寝よう、あとは明日だ。で、この卵をね、なんかこう、このソーセージに使うことができるらしくて、やってみようか。はい。あれ待って、俺が思ってたのと違う。え、ユーズって書いてあったんだけど。あ、これだ、これで eat to add、 はい。おお、来た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 。まだいける？あ、1個だけか。これ卵入りソーセージ、来るぞ、これ。いきます。にゅる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 、はい、来た。これ卵入りソーセージになってる、なってんのかな。わかんないな。よくわかんないな。あとはこれを、水がな、ここにしかねえんだよな。鶏の水でおい茹でるんだもんな。まあ、でもこれ煮沸してるから大丈夫だと思うんだよ、多分。あの、沸かせば全部のウイルスは死ぬはずだからな。で、これを入れて、はい、来たよ。今日もいいソーセージが作れそうだ。卵入ってるからちょっと前回とは味が違うはずなんだよな。さあ、できました。よし、今日はこれを売りに行こう。いくらで売れるかな。あ、待てよ、このゲームなんか説明があるぞ。ハンティング、銃を使って野生動物を狩りましょう、で、肉はお店で売りましょうって書いてある。野生動物の肉はやっぱ売るしかないんだよ。アニマルズチキン、めっちゃいろいろ書いてある。鶏は1日1回夕方か夜に産卵するんだって。朝じゃないみたい。で、同じ小屋に1羽のメンドリとオンドリがいると鶏はすぐに受精卵を産むって書いてある。え、受精卵あった？あったっけ？受精卵は母鳥に預けて自然に孵化する。これじゃあさ、こっちでやった方がいいかもな、もしかして。
お前でいいや。お前らちょっとこっちで増やしてくれ。頼むぜ。一対一だ。餌ねえんだ。でもお前らすまねえ。餌も水もねえんだ。すまねえ。待って待って、他にもなんか説明あるな、これ多分。飼う牛は納屋で育てることができるんだって。1日に2回搾乳できるって書いてある。豚も納屋だね。育ったら屠殺して肉にするみたい。説明短えな、牛と豚。大丈夫かよこれ。説明少ねえなこのゲーム。よし、それじゃあこれでちょっと受精卵が生まれるのを待つとするか。で、金ないから鹿を借りに行きます。あ、これはしょうがないな。なんか僕が調べたところ、肉を干すことができる乾燥室みたいのがあるみたいなんだよね。それも建てたい。でも多分お金がかかるんだろうな、きっと。それもまだまだ遠いぜ。ここを通るさ、多分これ貨物船だと思うんだけど、この辺に車こうやって止めてさ、でこう貨物列車が止まるじゃん。そこを襲えばいいんだよ。もうこんなちまちま金稼いでてもキリねえよ。一発でかくドカンと当てないと。もうしょうがない。列車強盗しかないと思う。ガソリンがもう半分しかねえ。本当に地獄か。よし、今日もよく産んでくれた。いいぞ。しょうがない、売りに行こう。これな、あの繁殖用の2羽のための餌と水もちょっと欲しいんだよな。バケツも必要だな。いやー、金ないのに。お、エッグボイルドソーセージ$51。来た。卵1個入れたら、あれ？どうなんだ？卵別で売っても6ドルだから変わんなくねえかこれ。さっき40、なんかいまいちパッとしねえな。必要なものを、鳥の餌に。鉄製のスチールバケツが8ドルで売っている。待て待て、なんで2種類あるんだこれ。じゃあ、どっちにする？こっちか。はい。さらに、鳥の餌。よしよし。来ました！ついに金属製のツール！ちょっと嬉しいな。少し文明の香りを感じる。未開の人間がついに鉄の時代に入ったぞ。鶏の餌ってこんなに高いもんか？ 3000 もする？っていうか。こんだけあったら何日か持ちそうなんだけどな。食べ過ぎなんだよなあいつら。あ、でもまあ1羽600円の卵を産んでいるわけだから仕方ないか。お前のためのです。あ、これ来た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 。有精卵じゃない？チェックします。はいはい、これ有精卵なの？違くねえか。何か間違ってるかな。とりあえずこれはここに置いといてみるか。はい、なんか違う気がする。あ、もうしばらく様子見てみるか。これはしょうがない。まだなんか違ったんだろう。あれ、オスだよな。なんかそこって感じだけど、ちょっとわかんないんだよな。ああ、今日は何もできなかったよ。まだ時間あるから、せめて木でも切るか。ほら、丸太のままじゃほとんどお金にならないとは思うけど、荷台開けていくよりはいいと思うんだよな。ちょっと近場にしかいないか見てくるか。ちょっと徒歩だ、徒歩で探そう。ガソリンもったいねえからな。どんどん生活レベルが下がっていってる気がする。ついにガソリン代も惜しむようになっちまった。未来はあるのかこの牧場に。牧場なのか、マタギか。どうも、頑張ります。よく帰ってるかな。帰ってなさそうだな。あの卵はそのままにしよう。まだワンチャンあるからな。今日は卵いくつ生まれた。あー、卵いっぱいある。2羽増やしたから卵いっぱいあるじゃないか。最高だぜ。よし、じゃあこの卵は売りに行くとして、もうやることねえのか。金ねえし。なんもねえんだよな。よし、卵売りに行きます。卵と丸太な。いや、丸太が何ドルで売れるかなんだよね。一応解体したら丸太1本につき板2枚だから4ドルなんで、400円なんだよね。これがもし500円とかで売れたら板にする意味はないということになるんだけど、ただもし100円にでもなるんだったら丸太を売りまくってもいいかもしれない。何もしないより0円で木切れるからな。自分の労働力をさ、原価ゼロってするのは自営業者って一番やばいやつらしいですよ。ちなみに終わりの始まりらしいです。よし、売りに来たぞ。さあ、おばちゃん、丸太買い取って、頼む、高値で買い取ってくれ。はい、いくらだ。あー、丸太買ってくれねえ、おばちゃん、マジかよ。丸太買ってくんないの。59ドルあるぞ。何が買える今日は。5900円で買えそうなもの。マジ貧乏だな。なんだよこれ。鶏1羽はありだな。いや、鶏1羽買おう。これで所持金が900円になった。まあ、小学生より金持ってねえんだけど俺。やばいんだけど本当にもう。あー、しょうがねえ。行くぜ。これ卵ももうちょっと貯めてから売りに来た方がいいまであるな。
ガソリン代がもったいないかもしれん。あ、でもこれはまあ鹿を探してるのも兼ねてんのか。でも言うて、もう最近見ないんだよね。そう、丸太買ってくれんかった。まあそりゃそうだよな。丸太ってあんま買ってくれないよな、普通。丸太買ってくれるの多分林業してる人だけだわ。あのおばちゃんそうは見えなかった。お、え、何？今ハートで出たぞ。来たか、来たか。この卵多分そうだと思う。見ちまったな。禁断のシーン見ちまったな。楽しみだ。こっちの卵はじゃあもういいだろ。これバスケットに入れよう。あー、こっちの餌がもう切れてやがる。まずい、餌代稼ぎに行かないと。ガソリンは心もとないが、まだここにあるから、ちょっと給油して。やべえ、ガソリンやべえ、マジで。鹿を一匹狩れればなんとかなるんだ。鹿を狩りに行きます。自転車が欲しくなってきたな。車なんて贅沢だろう。ガソリン代がもったいない。荷台つけた自転車で構わないんだが。ないのか、自転車は。このゲーム、いないな。目を皿のようにして探しているのにいない。私どこだ。やべえ、ガソリン減っていくんだけど。もうやばい。減っているのはガソリンじゃない、俺の心の余裕だ。心がすり減っていく。心がなんかガサガサする。貧乏ってこういうことなんだな。最悪車売ることになるぞこれ。そしたらもうおしまいだな。いた、よっしゃ。弾無駄遣いすんなよ。弾無駄遣いすんなよ。絶対当てろよ。どっか行っちゃう。ちょっと待て待て待て、焦りすぎなんだよ。普通に狙った方が良かった。うっし、鹿肉かりました。これ売りに行きます。で、なんか普通の店で売るよりハンバーガー屋に売った方が高いんじゃねえかっていう説があるんで、ちょっと売りに行ってみようと思います。ちょ、両方比べてみよう、どっちが高くで売れるのか。でもバーガー屋で肉の買い取りなんてするか。僕マックで肉売ったことないですけどね。とりあえずこっち確認、鹿の肉は一つあたり15ドルで、45ドル。はい、ハンバーガー屋に来ました。とりあえず持ってってみるか。こんにちは、買ってください。ここで注文してくださいだって。いや、注文じゃない、俺肉売りに来たんだよ。どこない、待って、客いねえのに商品置いてあるんだけど。ハンバーガーセットみたいに置いてある。何これ、飾り。あった、これだ。ここだここだここだ、裏だ裏だ、ここだよここだよ。これをちょっとここに置いて、すいません床に直置きです、すいません。さあ、これでいくら頼むぜ。45。あれ一緒じゃねえか。一緒じゃねえか。あれ一緒だな。うん。二度と来ねえよ、バカ野郎。ガソリン代の無駄じゃねえか。くそー。そりゃそうだよな。100メートルいただけで相場がそう変わるとは思えねえんだ。なんて厳しいゲームなんだ。なんてプレイヤーに厳しいんだ、このゲームは。弾もう残り少ない。ガソリンもわずかだ。本当に厳しい。いた、逃げられた。地獄の底まで追え。あれを逃がしてはならん。最近会えてないから。オッケー、2発で枯れた、2発で枯れた。なんか弾1発いくらみたいな、そういう計算を始めてしまうぐらい追い詰められている。やばいんだけど本当に。よし、今日は儲かっている。マタギ生活、これをソーセージにできればな、一番いいんだけどな。もうなんだったら鹿を捕まえて繁殖させちゃダメなのかこれ。なんで豚や牛なんだよ。まあ鹿の餌代も出ないけどな、もちろん。熊でもいいから出てほしい。何でもいいから出てきてほしい。まあ、肉を落とすなら何でもいい。落とすってなんだ。オッケー。よし。よし。いつものおばちゃんに売ろう。おばちゃん、肉取ってきたよ。買って。もう浮気しないから他の店。90ドル来た、9000円です。最高だ。鳥の餌と、なんだろうな、必死に、こんなに必死に働いて一生鳥の餌買ってるんだけど。悲しくなってきたんだけど。あ、でも、鳥の餌生命線だからな。しょうがねえよな。一生続きそうだ。よし、帰ろう。では帰ろう。鳥の世話をしないと。なんか、僕が鶏を買って刺激してるように見えるけど、これ鶏が僕を使ってますよね。必死に毎日朝から晩まで鶏のために金を稼いで餌を持ってきて、あいつらはずっとなんか寝たり起きたりしてるだけだもんな。一日一個卵産んで。以前、人間は小麦に支配されているって、人間のせいで小麦は世界中で繁殖しているみたいなの見て、そういう考え方もあるんだって思ったけど、まさにそれだよ。今この人間が鶏を飼っているように見えるが、俺が鶏に飼われているのかもしれない。尺だな、全部ソーセージにするか。1日1羽ずつでも増えてくれたらな、もうちょっとな。なんか
我慢もできるんだがな。そうだ、今日の分の卵回収できるかな。ある、よし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 。で18時、さあ残った時間で鹿を狩ります。今日は調子がいいぞ、もう一匹ぐらい会えるんじゃないか。なんかあまりにも娯楽がないせいで近所の店のこの馬の CM 見るのが日課になってきたな。なんか意外と楽しいかもしれねえ。10秒ぐらいのループだけど、なんか意外とたまらねえかもしれねえ。おやすみなさい。よし、今日も一日頑張るぜ。さあ鶏はどうなってるかな。卵はあるんだけど、卵温めてくれてなくない？確認してみるか。有精卵チェック。はい、これは多分普通の卵だな。あと左にあるのが本命なんだよね。これ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 。はい、あ、怒ってる怒ってる、攻撃されてる攻撃されてる。これ絶対有精卵だよ。やってみようやってみよう。はい、違いわかんねえ。あ、待て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 、はぁ、寄らないとわかんなかったんだ。これこうやって寄らないとわかんなかったんだってさ、カメラは寄ってんだけど主人公壁見てんだけど。シュールとかいうレベルじゃねえ、意味わかんねえよ。どういうことなんだよこれ。これ返そう、お母さん鳥に返そう。これ育ててもらおう、育てて。これお願い、水、あ、水が残り少ない、水回収。いや本当に鶏に働かされている、おかしい。気づいたな、気づきを得たな。マジやることねえな。いや、やることねえ、やること、マジでやることなくなっちまったな。やることなくて鶏眺めてるんだけど、この男不審者だよ。怖い、どうしようかな。いや、やっぱり鹿探すのが一番いいだろう、これは。あ、待て、ガソリンがもうやばい。明日はガソリン入れに行かないといけない。ガソリン代ないんだけど。追い込まれてきたな、だいぶ。頼む鹿、現れてくれ、救いの鹿よ。どっかにはいるはずなんだよ、鹿も熊もきっと。待て、地図を見ていそうなエリアを探そう。この辺りかな、南東エリア。前に鹿見たの南東エリアだった気がするんだよね。もうなんかついに地図を見ながら獲物を探すようになってしまった。牧場経営どこ行った。あ、いた、狼がいた。よし、さあ前の敵、一撃じゃねえか。大したことねえなお前。やりました。さあ肉になるがいい。はい、あー2個か、まあでもいいだろう。狼の肉なんて臭くて硬くて美味しくないと思うんだけど、売れりゃ何でもいいや、俺が食べるわけじゃない。いや、ちゃんと地図を見ながら獲物を探したぞ、このマタギ、素晴らしい。前に俺を食べて殺した狼かもしれないな、これ。ついにリベンジを成したぞ。お前の命はな、売られて金になり、鶏の餌になるんだ。食物連鎖だな。鶏がヒエラルキーのトップに位置しており、その下に僕がいて、その下に狼がいる。おかしな食物連鎖だな。オッケー、よし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 。いやマジ地図見ながら探すのいい、ローラー作戦のように見つけれやすいかもしれない。若干そこまでやりたくなかったんだけど本当は。もう追い込まれてしまったから仕方ないよな。お、一発やったぞ。オッケー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 、やったー。いや、めっちゃ肉取れた今回の冒険。冒険そんなゲームだったっけ。おばちゃん、ちょっと滑り込みで買って。はい、120ドルきたー。これで1万6000円です、所持金が。まずは鶏の餌を。なんでこうなるんだ。でも買っといた方がいいよな。あ、でもまだこれでも100ドルある。なんか買えるぞ。鶏2羽かな。でもガソリンもあるからな、とりあえず鶏の餌。ほんと鶏の餌しか買ってねえ毎日。なんだこれは。何のゲームだ。行こう、ガソリン入れに行こう。ガソリンなくなったらおしまいだからな。あ、そんなにガソリン使ってなかったみたいだね。いくらかかるんだ。うわ、めっちゃ取られる、めっちゃ取られる。やめてくれ、止まってくれ。止まったらダメだけど、めっちゃ取られる、めっちゃ取られる。うわ、39ドルも取られたんだけど、缶いっぱいにすんのに。そんなすんの。じゃ車と缶いっぱいにするのに60ドルはかかる。これもう無理じゃね。貧乏脱出無理じゃねえか、これ泣いちゃうよ。もう終わりだ。あと3000円ぐらいしか残ってない、もう。いやー、もうこれは無理だ。
ちょっと気になってたことを試してみよう。受精卵取るとアハドリが起こるんですよ。寝てる間に取っても起こるのかな。えい、お、怒った怒った。攻撃してきてる。めっちゃ怒ってるめっちゃ怒ってる。これこのままほっといたらどうなるのかな。これ死なないのかな。死ぬことはなさそうだな。はい、というわけで僻地に牧場を作るゲームランチシミュレーター、今回ここまでです。貧乏が貧乏を呼び、どんどんひどいことになっております。だ、ソーセージは売ることができました。ただこれ以上ソーセージを作るための肉がありません。ニワトリが肉になったらこの牧場はおしまいだと思います。どうにかしてどこかで貧乏を終えたい。ちょっとね、次回までに裏でなんとかお金を貯めようかなと思います。というわけで今回ここまで、ご視聴ありがとうございました。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。あ、いていていて、ごめん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 、もう返すから許して、もう返して返して返して、もう怒らないでくれ。あ、ちょ、まだ怒ってるまだ怒ってるまだ怒ってるんだけど。え、まだ怒ってる、もう返したって。怒りが収まらんようだこいつ。やべえ、もうあいつは許してくれないかもしれない。